間違えて録画ストップをしてしまった。これこの字な、雷門か雷門か。シルス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 、内側にある。ほう、アイリスなら壁を突破できる。合体攻撃使えるじゃん、いきなり。いきなりの合体攻撃。もうアイリス短期で。あとみんなここで待機しとけんじゃないの。あとみんな待機で。待機。ああ、しまった。一番大事な隊員？さくらくんですかね。桜好きになってる。カバウをさくらくんにしてよかった。倒せるか。ギリギリだな。ちょっとさくらくんを攻撃するのやめてもらいたいな。カンナあたりを呼んで、いやーちょっとカンナが一番大切な隊員かと言われたらちょっと。それは自分の心に嘘をついてる。それはできない。敵は私が倒すしかない。全員集合。カバウを、一番砲火を浴びそうな、十字砲火を浴びそうなアイリスに。こんなとこかな。一人ずつメドに。ほんま。え？お？ああ、回復してよかったな。よしよし、よし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 、カバー成功です。この大ボスだけ倒せばいいというシンプルさ。強いね。行きます、行きましょう。覇者牽制、王家方針で。いやちょっと待て、戻る戻る戻る。一歩引いて、ここからせっかく中距離から狙えるのに、中距離遠距離攻撃できるのに。いや効かんな、強い。気合を入れるぜ、チェスト。私の出番ですわね。出番ではない。ここでシフト、さくらの方にカバウを。もはやアイリス界ではないな。もはやアイリス界ではないな。
脇地の分際で小尺な。何を壊せばいいんだっけ、これ。この2体を倒せばいいんかな、開くのかな。ちょっと威力が足りないですね。防御、まあこれぐらいの手しかないな。いやーかっこいい、かっこいい。私の出番ですわね。今回めっちゃ早いんじゃないか。このカバブシステムがちょっと滑稽だよね、桜大戦の。敵がどんなに頑張って攻撃してもゼロで終わるという。これで多少ね、大神機がボロボロになるんだったら、ちょっと、上昇もあるんだけど。上昇も減ったくりもね。これで開くか。ん？開かない。あれ？ちょっと待って、相談。蒸気分配器を占拠してる。ってことは？蒸気分配器が占拠されてるのが問題なの？こっちじゃないんか。ちょっと勘違いしてたか、もしかして。これのこと？違う。さくらくんだけでいけるんじゃないか。ため。いけないよね。あれ？スミレでちょっと様子見るか。いやちょっと違うな。分配器ってのよくわからん。スミレで敵を必殺で投げ払いに。敵を私が倒すしかない。怖っ。そこ。分配器ってどれのこと？あやめさんの指示がちょっと大概適当だから、これのこと？これは取りに行けないぞ。これじゃないよな。あ、え？いや、もしかしてこっちは人でもいけるな。そりゃあちょっとしんどいな。どうしよう。これは結構時間かかるかもしれない。お、ハートがでかい。よし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 。回復して、通常して回復。めっちゃ桜頑張ってる。でもこのままじゃきついな。回復
50回復だったかな。気合を入れるぜ、チェスト。チェイ。よっしゃ。今のはミス、コマンドミス、コマンドミス、ういー、こっちじゃなかったかな。お兄ちゃん、ファイト。爆裂ガッパー。しかし残念、ダメージを与えられない。無情がある、無情感がある。苦戦してはいるわな、苦戦しているんだな。大概苦戦しとるな。大筒はいける。さくらすごい、さくらくんすごい。さっきはずっとマックス攻撃を繰り返してる。気合を入れるぜ、チェスト。まあ間違えた。科学を舐めたらあかんで。ええ感じやで。倒れんでしょ。あ、いや、強っ、強っ。やったで。スミレ君の必殺で雑魚を投げ払いたい。敵を私が倒すしかない。マリアの方が早いかもしれない。お兄ちゃん、本当は大神さんを、大神さんの必殺攻撃見たかったんだけど、このままだとさすがに硬いさくらくんでも危ないかもしれない。ありがとうございます。硬いっていうか硬い、硬くはないか別に。回復回復。あ、別に回復しなくてよかった。情報まだできんですね。さくらくん、一人だと強いね。君、君一人になると強いね。このシナリオ長い、長いというか戦闘が長引いております。非常に非常に申し訳ない気持ちでいっぱいになっております。このままでは動画としての、動画としてのどうしていいのか、どのように上げていいのかちょっとわからなくなってきております。終わりが見えない。まさか白銀の羅刹をにこんなに手こずるとは。ひたすらさくらくんの好感度上がっていく。ありがとうございます。
まあいいでしょう。押せ押せ押せる押せるでしょう。オッケー。ここを取って、よし、しゃこいや。あ、でもこれ情報、信頼731か。まだ合体攻撃できるほどじゃないな。あー、今間違えたぞ、今間違えたぞ、今痛恨のミスを犯したぞ。敵は私が倒すしかない。そこ。そして、そしてこうだ。これで、これで門が開く。そうでしょう。あ、開いてないんだが。あれ？俺がアホなのか？蒸気分配器を占領して雷門を閉めているわ。そこを奪い返せば。すまん、蒸気分配器ってどれ？すまん、蒸気分配器ってどれのこと？これかなって最初思ってなくて、あれ？待て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 、蒸気分配器これじゃないの？これとこれじゃないの？ここじゃない。悲しい、どうすればいいんだ。はじゃ牽制、これは厳しいぞ。防御、難解なシナリオになってた。謎解きが、ほんなら行くで。敵を、私の出番ですわね。あれどうすればいいんだろう。謎が謎呼ぶ。とりあえず敵を倒す、全部倒してみるか。結局敵全部倒したらよかったのか、そういうこと？待て、これ壊せんかったよな。いまいちシナリオがよくわからなかったな。じゃあランマ、驚き爆裂ガンバー、うほー
うほう。俺は一体何をしていたんだ。あやめさんの指示が、間違ってたよな、これは。これはあやめさんの指示が間違ってたな。俺は、言うほど俺が悪いか、今のは。指示を与えた。指示を与えた人が悪くないか。気合を入れるぜ。チェスト。たわん。欲を言えば大神さん回復も良かったけど、ドドドドドン、背中を打つ。この辺はもう間に合わんな。あとの祭り、全然間に合わ。これでしまいや。ふう、あれまだ倒れてない。せっかくなのでため、間に合わんな。閉まらない終わりだが、まあコーランのこの上空からの攻撃で終わりということで。正しい倒し方はどうだったんだこれ。全員倒すのが、いや、まあ OK、 ここまで。長かったな、戦闘がめちゃくちゃ長かったな。サクッと終わらせるつもりが。それじゃあ、ここまでパート2でした。パート2めっちゃ長くなってしまいましたね。これはまあ夜とかに、夜とかにひっそり見てください。寝る前とかに見てください。それじゃあ、暴走大暴走のパート3でした。パート3か？パート2じゃないか。パート2でした。ほんならまた。